はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。メイドは見た期間限定ピックアップ召喚第2弾2回目行いたいと思います。10回召喚行ってみましょう。全然ですね。わあ、ダメだ、外れ。僕が欲しいが、お、これは欲しい音以上だ。お、なんか来るぞ。商人さん、今日のおすすめは？来い。来たー、来ました、やったー、ついにコルクゲット。私の手伝いが必要なら今日は魔法使いとして手伝う。この格好、メイド服という服らしい。ヒラヒラしていて落ち着かない。ありがとうございます。これはすごく嬉しい。初コルクだ。おはようございます。今日も頑張りましょう。いやー、久しぶりに彼女には感謝ですね。これですね、キララファンタジアキャラどのぐらいゲットしたんでしょうか。編成で見るか。もう使いまくりですね、これは。強くして。キャラクター一覧の方がいいか。フィルターで、一番下にあるんですよね、キララファンタジアキャラが。この5人です。この5人が、あ、星4、星5合わせての、キラーファンタジアキャラですね。ランプが2人ですね、星4、星5の。それから、キララですよ、漫画版キララ。そして、カンナも、ゲットしました。そして、メイド版コルクですね、ついに。来ましたよ。大盤振る舞い。スキルが1から5、レベルアップまであと5回。早くレベル100にして、専用武器をゲットしたいですね。色は土属性か。土属性だから水属性に強い。いいですね。売上タイプはコインか。キララファンタジア始まる。いいですね。キララファンタジア始まる。デフォルメもあります。あ、かわいい。もうコルク使いまくりですね、メイドコルク。というわけで、このようにメイドコルク、次回から使える機会があれば使っていきたいと思います。いや、これは本当にモチベーション上がるわ。ぜひ応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。